はい、こんにちは、ペソでございます。ポポロプロレス物語続きやっていきたいと思います。さあ、そろそろね、最上階でございますが、神さんやばい、なくなっちゃう。あれがドラゴンのバッチか。あれ、登れない。こうだね。よいしょ。はい。狭いの出てくる？ホリーバースト！手前からね、場所が狭いですからね。あ、やばい、やられる。
ジャンプ切り。危なかったな。さあ、ここからですね。とりあえず回復。でいけるね。さあ、装備を確認してね。ピエトロさんは。これも そうですね。超えていきましょう。あ、こっからだね。何が始まりやがったんだとね、聞こえる何か近づいてくるわと、敵でござるかと。おお、入ってけないんだね。よし、近づいてきた。うん、いいよ。あ、神々さん亡くなっちゃった。
体だけ麻痺してくれて大変助かったよね。2戦目。ああこやつらか。よし、いやいやいや、怖え。ヒールレイン。あ、リッチか。回復しといて正解やったね。ヒールレイン。ああマジで。頑張れ。あはは。お母さんがね、お母さんのノート、ここは これがペートロー殿の母上殿、しかしこれは一体とね、このガラス玉は一体何の仕掛けだと。とにかくでござる、母上殿をこの中からお救いするでござるよとね。見て、空から光が、あの光が流れ込んでいくわ。ピエトロ王子のお母さんの中にあの光が流れ込んでいると。わかんねえぞ、どういう仕掛けだ、何のための仕掛けなんだと。真っ赤になってる。ビクトンしないでござろうと。拙者の剣で打ち破りを、母上殿をお救いするでござろうと。お前たち何をしている、汚い手をどけろとね。ああヤブーさん出てきましたね。
そこで何をしているのだ。その女は私の大事な道具だ。勝手に触ってはもらっては困るなと。道具でござると、もういっぺん言ってみるでござるよとね。道具だ、これでいいのかと。貴様許さんでござるとね。竜の力を使い、今天空に浮かぶオーロラの力をここに集めているところだ。その力を得て魔王様の肉体は完成し、魂と融合させる氷の魔王様の復活だと。なるほど。叫んなよこの野郎とね。何度でも言ってやがるか。この世で魔王はただ一人、この神々魔王様だけよとね。今思い去らせてやる、覚悟しやがれ。ふん、言いたいことはそれだけがいいだろうとね。お前たちも生贄としてやろう、誇りに思え虫けらどもと。神々ミサイル。テレポートか。神々ミサイル。85しかダメージ与えない。よっしゃ、これはいいぞ。ウィンドブレイズ。よいため。神々ミサイル。テレポートあまりしてないな。挑発。神々ミサイル。危ねえなあ。神々ミサイル。
いいぞ。神さんが ヒールレイン。試合ため。ピエトロ待ってこい。よっしゃ、倒した。意外と状態異常が起こらずに倒せたね。お前たちこんなに強かったのか。だがもういいと。私の命がどうなろうと、もはやそんなことは無意味と。全ての世界は死と闇の静寂に満たされると。復活の儀式はすでに完了したと。我は最高の素材を手に入れた。竜の化身となるサニアの肉体、氷の魔王様の肉体の核コアと言った方がいいかな。コアとなるには十分にして最高。オーロラの力に満ちたサニアの肉体を借り、今こそと。氷の魔王様は復活を果たされると。えらいちょっと半分に変わるよね。ピエトロの体から光がと。
さあこれで、うん、とりあえず取れるものは取ったんでね、なんとかなりそうですよね。起きてくだされ、ナルシア殿と。ほら起きろ、起きるでござらんと。ナイスキャッチ。あ、気がつきましたね。てめえ寝すぎたぞ、心配しちまったじゃねえかと。終わったでござるよ。氷の魔王はピエトル殿が倒したでござるよと。でござると。畜生、俺様はこういうシーンとガラスをこする音には弱いんだと。鼻かんでますね、ガミガミさん。拙者たちは一足先に城に戻ることにするでござると。ピエトル殿、アサニア殿と親子水入らず、ゆっくりと帰ってくればいいでござると。帰りましょうピエトロと。ただね、これがエンディングじゃないんですよね。ちゃんと戦わないといけないとかいうのがあるんで、あれいなくなってる。セーブできたっけ。あ、できるかな。セーブして今回ちょっと終わりたいと思いまーす。よいしょ。はい。相変わらずこの沈黙が嫌ですけどね。ああ、よかった。はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。